皆様ごきげんよう、ココ大野でございます。はい、今回はですね、前回の動画でお知らせしたように、ガチャガチャゲットしてきました。はい、ジムニーのガチャガチャですね。こちらを、開封いたしますね。はい、で早速開けていきましょうね。よいしょ、おー、こんな感じで入ってるんですね。で、ちょっと避けていきましょう。わー、かなりのパーツ構成ですね。ね、高学年向けやないけど、かなりね、高学年じゃなくて、なんつうの、プラモデルとか作った方のね、がまあターゲットというか大人ターゲットでしょうね。かなりのパーツ量がありますよ。これ細かいパーツもありますし、あ、これね、ヘッドライトじゃない、顔の部分もすごいな。ここ透明パーツとかもね、自分で全部こうはめていかないといけないんですよ。これかなりね、かなりこう難しい感じですよ、きっと。ほう、裏側、あ、こういう感じでね、この丸っていうのがなんか、ガチャガチャに入れるためにね、工夫してるんでしょうね。普通はプラモデルだったらこう四角でね、四角に中に入ってるんですけどね。うお、すごいな、これ見てくださいよ。これはね、結構、あ、でやっぱこう接着剤でね、しっかり留めた方がいいですよっていうのはね、書かれてますね。これはね、ちょっと組み立てるのにかなり時間かかりますね。2個でやめててよかったな。これ5つ買ってきたらすごいことになってたな。いやけど、これはどう見てもね、クオリティ的に高いですよね。パーツ構成がこういう風にね、なってるっていうのをちょっとお知らせするぐらいで、今日はとりあえず今ね、平日なんで組み立てる時間がないので、これをね、皆様とちょっと組み立てる時間とね、皆様もね、組み立てるのをずっとね、延々と見るのはあれでしょうから、とりあえず今袋の中でね、こういうパーツ構成になってるよっていうのをちょっと見ていただきたいなと思いまして。え、吉村のマフラーはどこに、あ、ここか、吉村のマフラー。ちょっと2倍にしましょうね。2倍にドン。はい。吉村のパーツがここにありますね。わ、これは見えますかね。ちょっとギューッと上げてみましょうか。うわぁ、吉村ってありますね。ねえ、これだけすごいな。これのためにちゃんとしてんだな。すごいな。これはね、けど実際やっぱりね、ちっちゃいお子様はね、これ組み立てね、ちょっと難しいんじゃないかな、無理なんじゃないかな。この辺のパーツもね、あ、けどね、初めからここのシルバーとかね、こういうこうオレンジ色のね、ウインカーとかもしっかりこう腐食されてるんですよね。この辺がすごいな。これはなんだ、あ、ホイールか。ホイールの、あ、ホイールがね、タイヤとは別に、これタイヤですよね、タイヤとは別になってる。タイヤがしかもなんか、あ、こうタイヤが動くって書いてありましたから、車輪がね、こう角度がつけられるって書いてあったから、ちょっと穴のこういう感じが違うんでしょうね。はあ、これはちょっと結構すごいですよね。すごいすごい。はあ、これなんかすごいな。タイヤのここの、けどどうなってんだ。あ、ここがこうちょっとでっかい感じになってるんですね。ここがすごいこう、あ、なんだこのゴミはなんだこれ。え、なんなんだこのカスは。え、ちょっと謎な
あの汚いカスが入ってるんですけど、これは何なんだ。これ東南アジアかなんかで汚い工場で作ってあるのかな。これなんか汚いゴミが入ってますね。まあなんかカエルが入ったってうどん屋さんの記事を見ましたけど、まあそれに近いような、いやそれとはちょっと違うなけどね、はい、今回ちょっとね、作る動画はまた別で作りますのでね、こういうパーツ構成でしたよということでね、まあ、シルバーもね同じでしょうね、はい、ということで皆様、ね、あのちょっと組み立てをね、組み立てして完成したのをね見たかったっていう方にはちょっとね、ごめんなさい感じなんですけど、今回ねこういう感じで、はい、パーツ構成がなってましたということでお許しくださいということで、皆様、ごきげんよう。孤高のチャンネル。